どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のクレジットカード対象者限定使って55キャンペーン2020と今週のね特旅マイルキャンペーンね合わせて解説やっていきたいと思います。まずね ANA のクレジットカードの対象者限定の、使って55/2020キャンペーンなんですけども、保有しているねANA のクレジットカード宛てにね来ている限定のねキャンペーンという風になっておりまして、まあ一定のね利用額に応じてマイルがもらえるっていうキャンペーンになっております。対象者の方にはですねメールが届いておりますんで、まあそちら見ていただくかマイページからね確認するようにしてください。その確認方法はですね後ほど解説いたしますんで、こちらもね参考にしていただければなという風に思います。今回のこの使って55キャンペーン2020のキャンペーンなんですけども、国際ブランドはですね、ANA カードの JCB とアメックスのカードにね、まあ、来ているっていう情報で、ちょっとねそれ以外の国際ブランドの ANA カードに関してはですねちょっと確認が取れてませんので、もしねこの動画見てる方で、JCB とアメックス以外でねこのキャンペーン来てる方がいらっしゃいましたら、ぜひねコメントで教えていただければなっていうふうに思います。若干ね JCB とアメックスでねキャンペーンが分かれておりますんで、こちらもね覚えておいてください。まずねアメックスのキャンペーンの、ね、概要から説明していきたいと思います。キャンペーンの期間なんですけども、2020年7月3日から9月30日まで、ね、エントリーは必須というふうになっております。でこちらねエントリー画面はですね後ほどねやり方解説するときにねこちらのページからね行けるようになっておりますんで、そちらも覚えておいてください。獲得マイルがですね60万円以上、100万円未満で2500マイル、100万円以上で4500マイルっていう風なキャンペーンになっております。今回のねこのキャンペーンのマイル付与時期は2020年の12月下旬ということになっておりますので、まあ、かなり後にね付与されるという風になっておりますので覚えておいてください。次にね JCB のキャンペーンですね。キャンペーン期間が7月3日から9月30日まで、先ほどと同様エントリーが必須という風になっておりまして、獲得マイル数がねアメックスと一部変更という風になっておりまして、50万円以上、90万円未満で2000マイル、90万円以上で4000マイルっていう風になっております。マイル付与時期は2020年12月下旬という風になっておりますので、こちらはね同じっていう風になっておりますね。でこちらはねキャンペーンの、ね、注意事項なんですけども、ちょっとね重要なところだけ抜粋させていただきましたけども、今回のこのキャンペーンはですね電子マネーエディへのチャージは対象外、またね年会費、付帯カードの発行手数料、マイルの移行手数料、ショッピングリボ払い、分割払いなどの手数料をね含みませんという風になっておりますので、こちらね覚えておいておくようにしてください。次にですねこちらのキャンペーンの見つけ方なんですけども、こちらね ANA のスマートフォンアプリ、ウェブどちらでもね確認することができまして、ウェブの場合はログイン後ですねマイメニューのところからマイキャンペーンのところに行くとですね対象のバナーがあるっていう風になっておりますんで、こちらね対象者限定っていう風になっておりますんで、バナーが出てない方はですね残念ながら対象外っていう風になります。次ねスマートフォンの場合はですねログインしていただいてマイレージの画面がありますよね。そちらの右上の方にですねマイキャンペーンっていうのがありますんで、そちらね開いていただくと今回のねキャンペーンのバナー出てきますんで、そちらからねエントリー確認することができます。今回のこのキャンペーンなんですけども、まあねもらえないよりかはねもらっといた方がいいかなぐらいのキャンペーンで、正直ね利用額がね結構高いにもかかわらずですね、まあそこまでね獲得マイルが多くないので、まあ、その点はね積極的に狙うっていうよりかは、まあ達成できたらいいなぐらいのね感じで、まあ利用してみていただけたらなというふうに思います。50万円利用してね、まあ、2000マイルから2500マイルっていう風な感じなんで、まあ、無理にね必要はないかなっていうふうに思います。次にね今週の特旅マイルキャンペーンですね、新しい路線発表されましたので、こちらもね解説やっていきたいと思います。特旅マイルキャンペーンっていうのはですね、本来のまあ必要マイル数より、まあ、少ないマイルで利用できるインターネット限定のねキャンペーンという風になっておりまして、一応ね2020年はお盆と年末年始を除いてね毎週行われるっていう予定という風になっております。私のチャンネルでもですね随時発信させていただきますけども、時間っていうのはねちょっとずれる可能性もありますので、もしね狙いたい路線がねあるっていう方は公式サイトね確実にチェックするようにしてください。で特旅マイルキャンペーンのポイントなんですけども、片道ね3000マイルから、利用することができまして、片道発券ももちろん OK で、空席がねあればですね前日まで予約することが可能っていう風になっております。対象路線必要マイル
レスはですね、搭乗日の2日前の5時頃に発表というふうになっておりまして、予約変更はですね、キャンペーン期間かつ、同一路線のみ可能というふうになっておりまして、キャンペーン対象期間外への、ね、変更はできません。払い戻しはね、未使用に限り1名3000マイルというふうになっておりまして、キャンペーンをね、適用するには1路線ごとにね、予約する必要があります。特にね、注意していただきたいのはこちら、インターネット限定のキャンペーンというふうになっておりますんで、基本的にデスクでのね、発券は NG っていうふうになっておりますんで、こちらもね、覚えておくようにしてください。またね、特定マイルね、利用する際はですね、最終画面で必要マイル数がね、ちゃんとキャンペーン適用マイルになってることをね、確実に確認してください。まあ、6000マイルだったらね、特定マイルであれば3000マイルでね、片道利用することができますので、まあ、この点はね、確認するようにしてください。今週のね、予約期間が7月の8日から7月の14日まで、搭乗期間が7月の9日から7月の15日までっていうふうになっております。それですね、今回の路線ですね、ここら辺にバンと出しておきますけども、今回ね、かなり前回に比べると対象路線ね、増えてきましたけど、まだ少ないかなっていう感じですかね。まだこれからね、どんどん増えていくかなっていう感じで、特にね、おすすめしたい路線はですね、羽田、札幌、中部、千歳、まあここら辺ですかね。もちろんね、羽田から東北エリアも出ておりますし、必要マイル数がね、6000マイル、7500マイル、9000マイル、1万マイルが出てる路線でね、まあ今回特大マイルで必要マイルですね、まあ下がって利用することができますので、どちらかにね、行く予定がある方はね、ぜひね、利用してみていただけたらなっていうふうに思います。なんですけども、先週ね、東京都自体でね、県をね、またいだ伊東の自粛がね、また発表されてきてしまいましたので、個人的にはですね、なんともお勧めしづらいっていうね、状況になっておりますんで、まあひとまずですね、自粛が出てないエリアの方はね、ぜひね、参考にしてみていただいて利用していただければなっていうふうに思うんですけども、自粛が出てるエリアに関してはですね、まあ今回はね、見合わせていただきたいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は ANA のね、クレジットカードのキャンペーン、使って55 2020年キャンペーンの解説と、今週のね、トクタビマイルキャンペーンね、解説させていただきましたけども、クレジットカードのね、キャンペーンに関してはね、先ほども言った通りエントリーだけ済ましていただいて、まあこれからね、夏休みお盆等々ありますんで、まあそちらで、ね、利用できそうな場合はね、狙っていただきたいなっていうふうに思うんですけども、無理にね、狙う必要はないのかなっていう感じですね。今週のトクタビマイルキャンペーンに関してですね、今後ね、ちょっとどうなるかわからない部分でもありますね。東京都のこの移動のね、自粛を受けてね、またキャンペーン中止に、ね、なるかもしれませんので、まあここら辺はね、私もですね、キャンペーンとしてはとてもありがたくてですね、解説出させていただいてるんですけども、完全にね、矛盾してしまってる状態になってますんで、うん、っていう感じですね。先ほども言いました通りね、県外のね、移動の自粛が、まあ、出てないエリアの人向けとね、思っていただければなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボン、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。